こんにちは、ちよちゃんのお時間です。シャチは世界中の海に生息し、海洋系での食物連鎖の頂点に立っています。彼らには武器を使う人を例外にすると自然界での天敵は存在しません。ではなぜシャチは海の頂点捕食者になることができたのでしょう。そこで今回は近年の研究で分かった驚きのシャチの生態について解説していきたいと思います。ちよちゃんでは世界中の興味深いことは何でも解説しているので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは始めていきましょう。まずシャチの凄さの一つに群れの統率力が挙げられます。シャチは母親を中心とした血のつながった家族のみで構成された母系社会を形成する社会性を持つ動物です。オスは繁殖のため他の群れに加わることがありますが、その後母親の元に帰ってきます。シャチのメスは体長が5メートルから7メートルになる一方、オスは6メートルから8メートルにまで成長し、メスよりも大きくなります。そのため力もより強く、獲物のとどめを刺すのは大抵がオスの役割です。それにもかかわらず、シャチの母親が死ぬとその息子の死亡率が大幅に上がってしまいます。それはシャチの母親が狩りの作戦を立て群れを指揮しているからです。経験値の高い母親がいないと狩りの成功率は下がってしまいます。シャチは閉経するのが最も早い動物のうちの一つで、メスは90年以上生きるにもかかわらず40歳くらいになると繁殖を行わなくなります。そして閉経後のこの長い期間は息子の世話をするために費やされるのです。またシャチはホホジロザメを狩ることもできる動物です。ホホジロザメは体長が4から6メートルまで成長し、アザラシなどの海生哺乳類を好み、魚なども捕食します。彼らは大きな顎と鋭い歯を持ち、泳ぐのが速く、捕食者としての能力が高い上、気性も荒いことで知られています。にもかかわらずホホジロザメはシャチに勝つことができません。かつて南アフリカ沿岸ではホホジロザメを観察するためのケージダイビングが観光客を魅了していました。しかしこの辺りの沿岸を支配していたはずのホホジロザメは近年この海域を避けています。それは2017年以降、2頭のシャチがホホジロザメを次々と殺しているからです。この2頭は背びれが左右別々の方に曲がっていることから、船に見立ててそれぞれスターボードとポートと呼ばれています。彼らの狩りの方法はホホジロザメの死角から近づき、噛みついたり尾びれで殴ったりして気絶させます。もしくはホホジロザメをひっくり返してトニックイモビリキという状態にさせます。トニックイモビリキとはサメが仰向けになると動けなくなる現象のことを言います。こうして彼らは栄養価の高いホホジロザメの肝臓や心臓だけを狙って食べるのです。この2頭は連続殺人犯を意味するシリアルキラーと、シャチを意味するキラーホエールを合わせたシリアルキラーホエールズと呼ばれ、この海域の生態系そのものを変化させています。ホホジロザメは軟骨魚類で脆弱な骨しか持っていない一方、強靭な骨格を持った哺乳類であるシャチは体重、筋力、スピード、肋骨の防御力、頭脳においてホホジロザメよりも優れています。また単独で行動することが多いホホジロザメは群れで狩りをするシャチにはかないません。2000年にもシャチが1匹のサメを殺したため、サンフランシスコ沖に生息していたホホジロザメたちが突然姿を消しています。研究者が1匹のホホジロザメに GPS タグを取り付け追跡したところ、3000キロ離れたハワイまで泳ぎ続けていたことが分かりました。なぜホホジロザメが素早く危険を察知できるのかはよく分かっていませんが、おそらく彼らは嗅覚が鋭いため仲間の死体の匂いを嗅ぎ逃げ出したのではないかと考えられています。このようにホホジロザメでさえかなわないシャチはポテンシャルが有り余っています。シャチが尻尾を使ってアザラシを海面から約25メートル上まで打ち上げていたという事例が観察されています。また北太平洋ではシャチがトドの子供を何時間も攻撃し続けている様子も見られています。そしてこれらの獲物は食べられずに放置されていました。なぜシャチは食べもしない獲物をいたぶり続けるのでしょう。それは獲物を弱らせて自分の子供に狩りの練習をさせるためだと考えられています。彼らは食べる以外にも狩りの練習のため、そしてただ遊ぶためだけに獲物を殺すことがあるのです。
またシャチの特徴として知能の高さが挙げられます。シャチにとってマグロを狩ることは簡単ではありません。それはマグロが水深200メートルを泳ぎ、シャチにとってこの深さまで潜るのは大変だからです。またマグロはシャチよりも早く泳ぐことができます。しかし30年ほど前からあるシャチの群れがマグロを狩る最適な方法を覚えました。彼らは漁船の近くを泳ぎ、マグロを巻き上げる音を聞くと準備をします。そして水面近くまで上がった時、何の努力もせずにマグロを食べることができるというわけです。こうして漁師にはマグロの残骸だけを残して去っていきます。シャチはこの方法を互いに教え、この文化は付近に住む群れの中に広がっています。研究者がインド洋南部に位置する黒瀬諸島沖に生息するシャチの食性を調べたところ、2010年から2017年の間に漁船から魚を盗む個体が17頭から43頭に増加したことが分かりました。そしてこの広がりのスピードは増加しているといいます。しかし彼らの頭脳は人間から獲物を奪うだけではなく、かつては人間を助けるためにも使われたことがあります。今から100年以上前、オーストラリアニューサウスウェールズ州のエデンでは捕鯨が行われ、ここに住む楽園の殺し屋と呼ばれていたシャチの群れはその手伝いをしていました。この群れはオールドトムというリーダーのシャチに率いられ、捕鯨しやすいようヒゲクジラを岸に追い込んでいたのです。また森のついたロープを加え、捕鯨用のボートを沖まで引っ張ったり、誤って海に落ちた人を危険から守ったりもしています。捕鯨者とシャチの間には The Law of Tongue と呼ばれる暗黙のルールがありました。それは捕鯨者が海岸までクジラを引き、一晩死体を放置し、その間にシャチがクジラの舌やアボだけを食べ、残ったものから鯨油を取るというものです。しかしある時、他の捕鯨者がシャチをクジラを捕食する害獣とみなし、オールドトム以外の群れのメンバーを殺してしまいました。その後乱獲によりクジラは減少し、エデンではヒゲクジラが見られなくなったにもかかわらず、オールドトムは1頭で毎年戻ってきていました。数年後、オールドトムが海岸で死亡しているのが発見されました。これは老齢により餌が食べられなくなり餓死したと考えられています。最後に頂点捕食者のシャチですが、彼らにも厄介な相手がいることを紹介します。それはザトウクジラです。シャチはザトウクジラの子供をターゲットにすることがあります。しかしザトウクジラが成長してしまえば最大で18メートルにもなり、一頭でシャチの群れを相手にできるほど大きくなります。そしてこのザトウクジラは他の動物を守るためにシャチを攻撃することがあるのです。60年以上にわたる観測によると、ザトウクジラが動詞を守ろうとしたのは全体の 11% に過ぎず、残り 89% は他のクジラ類やアザラシ、アシカ、イルカ、中にはマンボウなどの魚も守ったことがあることが分かりました。この攻撃は何時間にも及ぶことがあります。なぜこれほどの労力を費やしてまで、そして身の危険を冒してまで他の種を守ろうとするのかはまだ分かっていません。一説によると、シャチの獲物を減らすことでシャチの数を減らす戦略ではないかと考えられています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。